皆さんこんにちは。今日は M4 フェアウェイウッドがね手に入ったので、ちょっとトラックマンを使って打っていきたいと思います。で、M4 の3番ウッド、シャフトは藤倉プロ 73X です。アメリカにしか売ってないモデルですね、これは。はい、では打っていきましょう。構えた感じはこんな感じですね。ヘッド大きいので結構安心感ありますね。はい、ほらこんな感じですね。飛びますね。やっぱキャリーが 272.5、 クラブスピード 48.5、 スマッシュファクター 1.50。 今右行っちゃいましたね。でもキャリー272、トータル291ですね。これは行きましたね。これ見てください、キャリー276、トータル 297.9。 これあともうちょっと300行きますね。これね、もうちょっと振ったら出ますかね。ということで300出しましょう。トータル294。うわ、299.4。うわ、惜しいなこれ。もうちょいですね、もうちょい。行きましょう。294.9。あ、行きました。来ましたね。301.5。はい、来ました。キャリー277.51ということでね。いや、すごいわ。ドライバー並み飛びましたもんね。いや、すごい。打ってみたんですけども、
めちゃくちゃ飛びますね、これね。スプーン300ヤード飛びます、これ。まあ、顔も大きいし、めちゃくちゃ安心感あって、でも振っても全然左曲がらないですね、これね。はい、という感じで、今日はここまでで。